はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイシです。今回は対氷試練の、ね、続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、ついに今浜城主に就任したところまでお届けをしてきました。秀吉ですね、名前も木下藤吉郎から羽柴秀吉に改名していますというところですね。今回はその続きということで、早速じゃあ自分の城に戻りましょう。今浜城に入りますか。入りましょう。ここが新しい我が城かということでね、ついに城持ちになったわけなんですが、こっからは次のステップとして国主を目指していくのかなと思いますので、引き続きね頑張っていきましょう。でここで大殿からのご使者、大殿というのは信長のことですね、大殿から一体何であろうということで、黒田官兵衛と申します、以後吉成ということで、ここで官兵衛が多分初めて出てきましたかね。で、黒田官兵衛を秀吉の配下に加えようということですね。よしよし、これ官兵衛は秀吉の家臣になったのか、それとも与力なのか、ちょっと今の描写だけだとわからないですね。まあ、実際には、秀吉の家臣的な感じではなく、何なんでしょう。あくまでもね、播磨の黒田一族の、まあ、名代みたいな形で秀吉に当時は仕えていたんじゃないかなというような感じだと思うんですが、ここでは微妙な描写になってましたね。で、ここで秀吉の母親仲も初めて出てきたかな。で親戚を連れてきたということで、福島正則、加藤清正もここで初めて出てきましたね。この二人が配下に加わる形かな。まあ、福島正則も清正も加藤清正も、まあ、槍働き、戦場で合戦で活躍してくれそうなので、かなり期待して使っていきましょう。で今後は城主になったのね、年貢の取り立て、物資の確保とかね、そういったところもしっかりやっていかなきゃいけないねということで、この近辺の町などを探してはいかがかということで、まあ、この後ねきっと石田三成とか大配下に加えていけるんじゃないかなと思うんですが、それはちょっとまだ先になりそうな感じですかね。まあ、三成はやっぱり優秀なんで、ぜひとも配下に入れておきたいですよね。さあここで羽柴様、大殿が将軍家に対し降伏を勧告しました。なるほど、ここでまた義明と信長の間でいざこざが起きそうな感じですね。で城主について教えましょうかというの、まあこれは説明なので割愛をしましょう。では早速、まあ、一回妻と話をして、体力が回復できるかな、むしろ減ってるな、まあいいや。で、一大事です。義明が我が家に、反旗を翻し二条城に立てこもっているということで、義明討伐の兵を挙げたということで、これでもう義明は終わりかな。そしたら早速ちょっと今浜の町に出て三成を探しに行きましょう。石田三成宅、浪人でいますね。早速三成のもとに行き、お、これはご城主様何かご用ですかということで、僧侶のところに来ましたね。で、しばしお待ちを。これ秀吉と三成の最初の出会いの時って、三成ってまだ多分子供だったと思うんですけど、すでになんか30代中盤ぐらいの、いかつい青年になってますね。でここでは3杯の茶の話が出てきて、
このまま三成が配下に加わるんじゃないかなと思います。1杯目はぬるめの湯で渇きを癒し、徐々に熱くした味を楽しんでいただこうという、まあ、趣向があったよということですね。これで三成が配下に加わってくれたところになりますね。三成でのプレーとかもね、ちょっと楽しみですよね。そしたら一度酒場に行って用心棒を解雇しましょう。で、新たに用心棒を雇い、ちょっとね、お金の心配とかもやっぱり出てくるので、いつもの金稼ぎのね、パターンもやっていかなきゃいけないし、上司としては表情したりとかね、そういうのもやっていきたいので、少し忙しくはなっていきますね。まずは署名伝達で越前の国を攻略しろということなんですが、まあ、兵糧購入はね、しっかりやっておきましょう。弁舌高い系の者たちにはしっかりと兵糧購入をしといてもらわないと。後々兵糧不足に陥る可能性があるので。で、そしたらですね、まあいつものパターンですが、ここから京都の町に行きましょう。で、京都の町に行くもう一つの目的がですね、やっぱり道場で、まあ、三成ではない、秀吉自身はそんなに戦闘力が高くないし、戦闘力が高くなくてもやっていけてるんですけど、どうしてもね、やっぱり剣豪的なポジションにもつきたいなというのもあるので、しっかりと吉岡道場の門弟になりたいという野望を持って、まあ、国主になるぞっていうのと、剣豪になってね、もう用心棒なんていらないぞっていうね、そんな感じになりたいなと思ってます。じゃあまずは武芸指示で仲良くなりましょう。文句のないほど上達したと。文句のないほど上達したけど、きっとダメなんでしょ。仲良くはしてくれないんですよね、きっと。そしたら一旦、どうしようかな。石宅、いや、お寺じゃないよね。石宅に行って薬を買いましょう。まあちょっと10個ぐらい買ってしまって、まあ、いざという時に、ね、薬が飲めるようにしておきましょう。で、この上で道場で入門。まだ弟子にしてくれないって。じゃあもう一回武芸指示をしましょう。うわ、体の具合が悪くなったか。そしたらこれで武芸指示はきっとダメなんだよね。できないでしょう。武芸指示じゃない、入門できないね。であれば一旦ちょっと用心棒さんを解雇して城に戻りましょうか。もうこの城持ちの武将になっても用心棒がいないと何もできないっていうのね。普通なんていうのかな、ここまでの地位になれば多少なりとも付き人的なものがいるんじゃないかなと思うんですけど、全然そんな感じじゃないんですね。用心棒個人で雇わないといけないっていうのもなんかね、微妙な感じですよね。では交易金を売っていきます。これはね、いつもの金稼ぎの手法ですね。まあ、上司になったからといってすごくお金がザクザク入ってくるっていう感じでも今のところないので、しっかり
こういう小銭稼ぎをしていかなきゃいけない感じですね。で、また今日の街に行くときに備えて紅花を買っておきます。で、あともう体力が本当になくなってきたので、一旦今浜に戻りましょう。で、自宅に行ってしばらく寝ましょうか。で、その前に8000石購入してくれた11000石、結構兵糧が溜まってきましたね。そしたら、妻と話をして何もないんで体力回復分だけ回復しちゃいましょう。で、だいぶ体力が回復しましたね、今の薬のおかげで。そしたら氷上の間に行って氷上しましょう。徳川家の治める下山城が武田家に攻められているということになってますが、特に援軍要請とかは来ていないんで、このまましばし行きましょう。で、越前の朝倉を攻めましょうか。この辺は足利戦闘中でしょ。三好で織田がいて、長島はまだ本願寺が頑張ってるって感じですね。で、さっき言ってた下田城っていうのが、下山城か、攻められてますね、確かに。まあ、まずはとはいえこの金ヶ崎を攻めましょう。どうなんだろう、勝てんのかな。うわ、でもあれだな、戦闘力的には高いんだろうけど、武将の兵数でいうとみんな足軽組頭クラスか、ちょっとやめましょう。なので、お、長浜に名称を変えたというふうになってますが、まずは半兵衛とかに関して言うと少し昇進させましょう。人事で昇進、半兵衛を昇進させて、秀長様を昇進、で、半兵衛も昇進。で、この状態で戦闘すると多少上がるんじゃないかな、兵数が多少ね。とはいえ氷上の間でもう一旦ぐらいは署名伝達で頑張りましょう。半兵衛は兵糧購入、秀長は金がないって今しょうがないな、ちょっとじゃあやめましょう。全てを放り投げて一度合戦をしてみるか。で、その結果どうなるかっていうのをちょっと見てみましょう。越前、金ヶ崎に向けて出兵します。うん。で、援軍要請を出しましょう。どこに援軍要請を出すかというと、勝家とかちょっと仲良くなってるしね、勝家に援軍を出し行きましょう。お、勝家が援軍出してくれるってありがたいね。野戦になるかどうかというと野戦にはまずならないですね。じゃあ簡易戦闘で決着をつけに行きましょう。お、秀吉の軍、勝家の軍勢が来てくれたか。にしてもちょっと軍勢がの数が少ないな。信長が義明を追放したというのはいいですよね。まあ
処刑せずに追放ということで、この後義明は毛利を頼っていきますよね。織田信長は義明の城を攻め落としたと。こうして足利将軍家による幕府も滅亡ということになりましたね。金ヶ崎城より和議の使者が到着と。停戦してもらえないかと。これは代案だと何があるんだ、項目設定で。どうしようかな。ここはやめよう。代案を取りやめて拒否して潰しましょう。とはいえこのままだと落とせない感じなんだろうな。こっちの方が兵力的には少ないですからね。和議の使者が到着か。拒否、徹底抗戦しましょう。何、攻撃側が不利になってきてるね。で、朝倉義景軍団が間近まで来た。野戦に入るってちょっと厳しいな。ここは朝倉義景というよりは金ヶ崎城主を一気に潰した方がいいね。朝倉家の軍団長、こやつを潰しにかかりましょう。勝てんのかなっていう疑問もあるけど。戦闘力はみんな高いはずですからね。こちらはちょっとこの不利な局面をなんとか打開しましょう。これで敵の総大将をここで倒せば。とは言っても無理だな、これ。勝家も退いていくしね。ここは兵を引きますか。おとなしく和議を結んでおいた方が良かった説がここに来て出てきましたけど、ちょっと引きましょう。ちょっと残念な結果にはなりそうですね。もうちょっと兵力がいないと厳しい感じかな。だから配下の武将たちをもうちょっと出世させないと。兵力的に秀吉こそ4000持ってますけど、他が1500とかね、だとね、ちょっと勝ち目がないっていうか、戦力的に不利にはなってしまいますね。ギャオ、ここは弓持ってるやつはいないんで、普通にこの落ち武者狩り的な感じの負け方はしてないんだけどな。それでもこんな時にも出てくるんですね。お、月影を使ってくれた。なんか複数人ボコボコにできたりするといいですよね、今のも。何、大丈夫か。ここで力尽きたくないな。毒斬りだとかわしてくれ。ぐはー、大丈夫か。大丈夫なんだろうか。ちょっとずつ体力が削られていく感じだな。となると早めに決着つけないとまずいな。早めに決着をつけましょう。あと2人。ちょっとドキドキするね。大丈夫か。
かわした。月影で決着してくれ。よし、まあ一応目論見通りということにしておきましょう。いやー危なかった。大殿が観音寺の場所に壮大な城を建てになるということで、これが後の安土城ですね。で、観音寺城主の明智殿は城主の任を解かれ、大殿の下に組み入れられる。よーし、いい感じだな。そしたら全く体力がないので、ネネ様とお話をして休養しましょう。そしたらこの間に一旦表情を開きましょう。まず半兵衛はひょろこにをして、秀長は修行、三成はひょろこに、清正は修行、まあ、基本修行させてみんな能力を上げてきてもらいましょう。おっと、署名伝達が途中で終わりに、今ね最後までやっていませんでしたので、ちょっとごめんなさい、もう一回だけやらせてください。で、何をしなきゃいけないかっていうと、個々の武将を、まあ、ある程度特化型というか、何役割にするかとかね、そのあたりも今後ちょっと決めていかなきゃいけないんじゃないかなとは思いますが。うわ、ここで軍楽が久々にやるな。先生に来てもらって何かやるっていうのは、ミニゲームをまたやる感じなのね。ちょっと想定外だったけど。まあ、やっていきましょうか、そういうことであれば。久しぶりだなこの感じ。ポン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 ってなってるけど、これ結構運任せ的な要素が強いですよね。まずいな。4と4で1と1はここダメなんだよね。となると、ここはここもダメ、本当にダメだ、ここもダメでしょ。となると、こことここはいけるはずで、こことここはいけないんだ。こことここもダメ。ほー、行き詰まったな。こことここもダメだよね。4と4がいけるね。4と4いけないの、ここ。あと50秒。まずいな。見えてこない。ここもダメ。もう積んだら積んだだからな、これもどうにもならないっていうね。やばいね、しょうもない結果になるぞこれは。そうだな、2と2、1と1、1と1はダメ。ここは、まあもちろんダメだよね。ここはいけるでしょ。いけないんだ、マジで。ここはダメ。ここはいけるね。いけないの。うわー、しょうもない結果になったな。どうしよう、こことここもダメ。ここと、あー、でまた体の具合が悪くなったとね。ちょっと一旦じゃあ長浜の城に行きましょうか。いや、休養しましょう。体力を回復して、まあ、襲名をどんどん達成させて、ひたすらに部下を
出世させるしかないですからね。どれが一番行きやすいかっていうのはちょっとある程度並びを見て決めた方がいいね。これでいきましょう。ポン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 ってなってるけど、結構適当にこれでいきましょうって決めちゃったけど、いけるかこれ。行き詰まってきてる。大丈夫か。結構ねこれ集中しちゃいますね。だんまりになっちゃう感じ。こっからだな。2と2がいけるよね。いけないって、ここいけないね。ここもダメだよね。そうなるととなると、ここで行き詰まったか。ここがいけるかで、あと3と3、ここ無理、ここは無理、ここはいけるよね。いけないと、ここはいけるでしょう。で、あとここの2と2はいけるでしょうと。ここの2と2もいけないの。ここいけない理由がちょっとよくわかんないな。どんなルールなんだろう。いけないルールが知りたい。あとは、ここの2と2はいけない。ここの1はダメ。ここの4もいけない。ここはいけるでしょ。いけないの。本当に？もう一回ちょっとかけてらっしゃい。ダメだ。ここもダメ。これ積んだかな？ここいけるね。ここいけるでしょ。ここはいけるね。今回結構頑張ったんじゃない。あー全部やりたい。うわ惜しい。足あと1秒あればいけたね。全部惜しかったな。惜しかったですね今本当に。さあこれでみんな主命達成できたかな。表情の前にで、大殿が金ヶ崎城に攻め入っております。援軍を出すなら今かと。援軍出しましょう。だって自分が攻めようとしてたんだもん。援軍出しましょう。よし出陣だ。え、めっちゃ兵数少ないじゃん。これは、どういうこと？しまったなぁ、きっと。回復してなかったってことなんだろうな、兵数が。まあでも信長が攻めているといえば攻めているね。今信長出てましたよね。で庭長秀も来ていて、きっとまだ秀吉軍団が到着してないっていうことだな。信長の軍勢も少ないな、数が。もうちょっといてもいいんじゃないかなって感じはするけど。なんとか今回落としたいけど、野戦に入るか。これはちょっと勝ち目がないよね。今兵数が少なかった理由がちょっとよくわからないな。ちょっと時間が経たないと軍勢の数が整わないっていうことかな、きっと。多分そういうことですよね。
いや、金ヶ崎城攻めは結構手こずりそうな感じがするな。まあ、信長を置いて退却していきますけど、今。ただ信長もね、これも退却モードに完全に入ってますからね。マジかー。今ね、いないんだよ。勝てる気がしないわー、ここに関して言うと。なんとかね、裏を取って、一人ずつ倒していくしかないけど、一撃で倒せたな、秀吉でも。この裏を取ってなんとかね、攻略していくしかないですからね。ちなみに、秘技ってなんか持ってたっけな、なんも持ってないよね、攻撃系の秘技って。殺せる？やっぱり前からだと倒すことはできないね。よし。一旦間合いを取って回り込みにかかりましょう。危なかったな。もうちょっと角度つければよかったのかな、今の感じだと。間合いがちょっと足りないか。ここの読み合い結構微妙だな。先に先制されると結構痛手を食らうからな。秘技で。いやー、特にいいのがないね、やっぱ。どうだ？よし。なんとか一人でも撃退することができましたね。これはちょっと嬉しいな。一人でも撃退ができた。しかも砂金までくれたって。お、ここで明智が坂本城城主になったか。なんとか軌道に乗ってきた感じがあるな。とはいえちょっと金ヶ崎の異常攻略がうまく進んでないっていうのがありますけども、まあちょっとこの後金ヶ崎を落として越前を手に入れたら、勝家が北の庄に入れば史実通りの軍団配置になっていくかなと思いますので、引き続きちょっと頑張っていきたいと思います。ちょっと時間がね、今回長くなってしまいましたので、ここで一旦終了して次回頑張っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。